私が現在日本女子大学に通っていることもありまして、 OB がいないということがあります。希望としましては大まかに総合職というのがあります。私の志望している業界に就職している OG の方々も少ないのが悩みでありまして、 OB OG のいるアプリとかも使用させていただいてるんですけれど、自分の希望の方にお会いができない。なのでどうやってその企業を知ればいいのか、どのようにしてお会いすればいいのかっていうのが現在の悩みですね。なかなか日本女子大学からメーカーの総合職とかになる人がいないっていうことなんですね。はい、私が社会福祉学科に所属していることもありまして、総合職を希望している方、もしくは大手に就職される方っていうのが私の周りにはいない。多分ですね、東大の大学院に行く以上と思うんですけど。わかりました。いや、考えています。それで一回学歴を、そうですね、その学歴を手に入れて、そうすると OB、OG もいるっていうことだと思うので、別に東京大学じゃなくてもいいんですけど、どこかの大学院に進学されるっていうのは一つの手段。そうですね、日本に限らず海外の大学院。あ、海外でもいいと思う。僕は切れ事かもしれないですけど、オリジナリティって差別化が生まれないなと思ってて、本とかでもよく差別化って企画会議とかでみんな言うんですけど、その時点で僕クソだなと思ってて、他社と比べてる時点でもうオリジナリティじゃないから、うん、単純に総合職選んでってこともないと思うけど、自分がどうしたいかっていう、それが切れ事で実績がないから企業が足切りして入れないって言ったらまた違う戦略も考えなきゃいけないと思うんですけど、基本的にはそういうことよりももっと本質的になぜメーカーなのか、なぜこの会社なのか掘り進めていったら、結果的に今まで OG がいないってことなんてどうでもいい。機械的に落とされてしまうなら、なんでメーカーに入りたいかってところを重視して他の選択肢を選ぶなり、そっちを突き詰めるのが本質じゃないかなって気がしますね。今までのこの学歴とか人生も自分で選んで進んできたものだから、それはそれとして受け入れて、今できる最善のことを自分が何にしたいかを考えて選び取るって、多分仕事しててもそういうことって腐るほどあると思います。うちの会社はこの会社と取引できないとか、実績がないとか、やっぱ自分が一番最初に変えていこうぐらいの気持ちを持った方がいいかなって気がします。よく聞く話なんですよね、 OB、OG がいないからって。でもこんだけ SNS とかもあったりとか、会えないっていうのがすごい不思議で仕方がなくて、別に Facebook だって普通に調べればそういう人って出てくるじゃないですか。でメッセンジャーとか名前だけ分かってりゃ伝わりますよね。あるいは会社の採用ページとかにもリクルートアットいくらでも連絡できる先あるじゃないですか。そういうのを連絡してみました。私が活用している OB トークだったり、マッチャーってアプリがあって、そこで企業だったりとか、私の興味のある職種で調べたりもしてるんですけれど、なかなかいなくて。あ、そうそう、両方が楽になるもんだから、みんなそれを使ってってなるんですけど、もともとあんなのなくたって、会いに行けばいいし、Facebook でメッセージを送ればいいし、ということをやってみたらいいんじゃないかなと思うんですよね。本当に人事の側から見ると、インフォアットマークとか、リクルートアットマークとかに連絡してくる学生、全然いないんですよ。めちゃくちゃ目立つんですよ。それぐらいアグレッシブでアプローチしてくる人だったら、会ってみようかなって思う人事の方が多いと思うんですよね。どんな有名企業でも一遍当たってくるだけで、そういうのやってみたらいいんじゃないかなと、そういうのは得ます。わかりました。僕の時 SNS あったらガンガンやってたと思いますよ。僕テレビ局行きたかったから、今逆の立場なんて超うざいと思いますけど、バラエティの企画書とか毎週のように送ってましたよ。何の編集もないけど、おかしいな、絶対読まれてないわ、あんな面白いはずなのにとか思ってたぐらいずっと送り続けてたし、僕格闘技のプライドが好きで、プライドっていうイベントに携わりたいですって超長い手紙書いて、丁寧に採用とかそういう余裕がない会社でって来たんですけど、そういうのガンガンやってたんで、今だったら本当にツイッターとかで絡みまくってるような気がします。空気が読めないことやったらマイナスなんですけど、微妙な塩梅を狙いつつ、最近も公式 LINE も開放されてたと思うんですけど、メッセージが来る人の中で優秀な学生と優秀じゃない学生の見極め方とか、どうしようもないやつは分かります。うだ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 言ってるやつ、この場合どうしたらいいですかって返しても、また同じような、じゃあここの場合はどうしたらいいですかって、あ、もうこいつ永遠にやんねえなみたいなその言葉だけでやってるのか、もう実践をしてる上での悩みなのかっていうのは、その悩みを聞いた瞬間に分かる。とりあえず今は SNS であったりとか直談判。どこ行きたいですか、メーカーって。お父さんが中国に駐在しているという経験もあったので、中国に滞在していた期間が4年あるんです。中国の風土であったりとか文化がやっぱり詳しいので、中国に将来的には出張であったりとか駐在ができるところ、もしくは海外に飛び回れるところっていうのを探してます。4年に解決されましたか。解決しました起業を経験するのもいいんじゃないか、もしくは社会人としての経験を積んで起業していった方がいいのか。就職か起業かで言ったらどっちも正解じゃないですか。どっちかしかって言われたら今のうちめちゃくちゃ刺さりました